30ページ行きましょう。はい。はい、平熱回路の電流と電圧ですね。ニコの豆電球 PQ と乾電池を用いてどのような回路を作りました。次の実験については当初に答えなさい。乾電池を直列につないで、全体の電圧を 3V。あ、ちょっと、忘れる前に1個言いたいことがあります。はい。金曜日僕来れません、この時期。その委員会で。ああ、そうだ。それだけ言っとかんとちょっと。そうね。わかりました、わかりました。で、乾電池を直列つないで全体の電圧を 3V にし、A 点 C 点を流れる電流を測ると、それぞれ 0.4A、0.3A であった。はい、与えてある数字を全部その回路図の中に書きましょう。ね。A 点 C 点。まずね。もうカッコ1も解いてます。いや、僕解いてないき。いやいや、村上くんのペースやますよけど。僕解いてないけど。この前理科の時間で時間頑張ったんで、解いてたら。いや、最近志村くんが答える回数が多くて、僕もちょっと限りなんですけど。そうやね。だって僕、あれやね。嫌いじゃないけど、性格が嫌い。だからね。バースト1やもんね。うん、でも。いや、嫌いじゃないけど、その性格が嫌いかなーっていう。誰が言うてん、この前。ああ、一部生徒が30分から参加したかな、僕。俺、人生ってあんま好きなの、ね、黙る。まず、一部生徒に立つ。そう。もう3点のゾロボールと。生徒に嘘つくような先生が好きだから、生徒に嘘つくような先生が好きだから。相手に黙って。そうやもんね。まあ、好きなんですけど、まあ、次男坊、今日遠足ですけど、雨でちょっとかわいそうですねー、みたいな。まあ、それ先生はね、まあ、本当だって。いいことや。よし、じゃあ、まず行きましょうか。ビデオ流れる電流は何アンペアですか ?0.7 アンペアです。そうやね。B ってどこですか？あ、あった。なんで 0.7 なんですか？あ、ちょっと考えてもらっていい？え、足すんでしょ？うん。それわかりますけど。だけど、B ってその A の横じゃないですか。P またどうして。D? あ、D? なのね、もう一回言わせてもらっていい？落ち着いてください。はい、問題、アルファベット2等級だった？こっち。じゃあもう一回いくよ。こう2つに分かれて、こうです。ああ、そうやったら0.7円も。ね、足せばいいよね。はい、0.7 アンペアです。はい、じゃあ2番いきますよ。実験1で豆電球 PQ のそれぞれに加わる電圧を VP、VQ としましょう。はいはい。電圧ね。はい、これ分かりました。ちょっと待ってね。準備しますからね。VP と VQ とします。でしょ？はい。で、これの電圧の値の関係は、はい、答えはどれでしょう？え？答え、え？これ何回路ですか？並列回路です。並列回路は何が一定ですか？あ、ボルトが一定。電圧一定でしょ？ここ何ボルトですか？3.0。ここは ?1.5。うです、うです。もう一回言います。うです、うです。あれ落ち着いてください。電圧一定なんでしょ、ね、一定値はどこでも同じって意味ですよ。え、先生、うです。ちょっと待って、待って。電圧はどこでも同じなんですよ。え、じゃあ、直列でもですね、今、並列回路を言ってるんだよ。だって、並列だったら、こう枝分かれしたところで分かれないですか、ボルト。電流が分かれるんです。これ何回？電圧は一定なんです。ああ。なんて言った落ち着きがない。いや、君もんでしょ、今回は。だって、電圧一定って言おうとは、なとみなんで半分にするの？いやー、ちょっと枝分かれしてたんです。電流は分かれますよ、確かに。用途見ようと見ましたよ。用途見ますよ。こう来て、こう二つに分かれる。それは何が分かれてるか、電流なんです。電圧じゃないです。ね？電圧はこのままそのままボンボンってかかるんですよ。あ、そういえば一個おさらいしていいですか？電圧って何でしたっけ？電流を流すものですね。ああ。電流を流す働きをするものを電圧と言いました。まあ、
例えて言うと、こういう感じです。水を流すためのこの高さ。これが電圧です。わかりやすく言うと。ああ。高さの差がないと水流れんよね。なるほど。その高さの差を、だから時々電位差って言ったりするんですよ、電圧のこと。まあそれはそうかもしれないけど、とりあえず理解する点ではいいんじゃないですか。うん、これ今放射能やりやる。あ、そうか、放射能こっちか。いや違う、放射能は3年。嘘。え、先生放射能って3年ですか。アルファセントだったらマジで。アルファが2年ではなかったような気がするね。3年であったかね。なんか3年か高校の内容を2年でするっていう。あーやだ。あ、アルファがアルファで言ってたの。で、これに今集中してもらっていいですか。並列回路。ね。で、答えは U が正解でした。VP と VQ が 3.0V です。で、実験に行きましょう。実験1の時と乾電池の数を変え、はい、乾電池の数を変えているところもマーカーで塗ってください。動いてませんよ。乾電池の数というところもマーカーで塗ってください。先生、どこに問題かわかりますか。実験2の話をしてます。そうですけど。今ですね、実験1に関する1番、2番が終わったんですね。で、3番、実験2でって書いてある件、実験2に戻った。そうそうです。ね。で、実験1の時と乾電池の数を変え、乾電池の数を変えるときは何が変わるということですか。乾電池の数が変わるということは、流れる電圧が変わる。電流が変わる。すいません。流れるは電流です。電流が変わる。流れる電流が変わる。あ、もちろん電流変わるんですけど、その電流の元になる電圧が変わる。じゃあ、流れるじゃなくて電圧が変わるってこと。そう。電圧は流れるって表示線っていう表現は、かかるっていう。電圧がかかるって表現です。乾電池が変わるぞ。電気が変わる。君たちはね、もう、ね。だから、ちょっと僕のウイルス入ってきます。なんかもう、僕までなんか落ち着きたい。なんていうかさ、その文章を正しく読まんと、もちろん正しい答えにたどり着かんでしょ。乾電池を変えたということはですね、ここの電圧が3号じゃなくなったって話なんですよ。多分半分でずつしたら。なんでその根拠は？なんか2個じゃないか。2個の豆で甘めできちゃった。もうちょっと、ほんと悲しくなるね、ほんと。いや、私はね、ギターの好きです。はい。で、AB 管の電圧、あ、すいません。ちょっと戻します。図の実験によ、実験に。乾電池の数を変え、つまり電圧を変え、図の A 点、D 点を流れる電流を測ると、それぞれ 0.6A、1.05A でした。はい、A 点と D 点。書き直しましょう。さっきの数字は実験1だったんで、実験には変わりました。A と D が分かっていますね。はい。A 点が 0.656A。で、D 点が 0.? じゃない。1点なんですか ?05A ですね。はい。はい。というふうに変わりました。そしてもう一個書いてあります。もう一個。で、AB 間の電圧を測ると、4.5V だったと書いてあります。ここが 4.5V ですね。この間。これ 4.5V です。これ今何回路の勉強してますか？並列回路。並列回路は何が一定でしたか？電圧。電圧が一定。じゃあ、ここ 4.5V ですね。難しいよ。ここは？ 4.5V です。ここは？ 4.5V です。全然難しくないね。はい。ね。これ、付属中で教えるようなことじゃないですよ、これ。はい。ということでした。じゃあ、球を流れる電流は何アンペアですか ?4.5 アンペアです。え？何？いや、違います。すげえってこと？あの、電圧の方に。電圧の方。え、何ですか？え？ D で 1.5、1.05 なんですよね。で、0.6。そこまで私に言わせますか？あ、わかりました、先生。0.35。計算は間違えちゃう。単位は違うわ。
どれ仕事どうかしてるじゃん、あんた別に。はい。あ、読んでもやった。あ、違う違う、レジン。ちょっと読んでもって言ったんだから。レジン読もうか。0.45 じゃないですか。あ、素晴らしい。だんだん素晴らしい。差し上げよう。ごめんなさい、レベル低すぎるぞ、ほんとも。楽しいよ。これが付属チーム実態なんですけど、手紙どうするの？そう、これが、付属中学校の40位台と思うと、70位台で回復しても変わりませんね。しっかりしてください。はい。ということでした。引き算するのはいいんやけどね。クライトリアを間違えないようにしましょう。0.45 アンペアです。で、実験2で乾電池全体の電圧。鼻くせやん、これ。やんでも。ねえ。なんこれ問題じゃねえし。計算も何無理だし、4.5V 正解。はい。この次行きましょう。こんな間違えたらただのアンポンタンですよ。ねえ。計算も何無理だってさ。はい、8番行きましょう。回路の電流と電圧。豆電球 PQO をついて、次の実験を行った後々に答えなさい。実験1。図1のような回路を作り、乾電池を直列につないで、全体の電圧を 3.0V にした。この時、豆電球 P に流れる電流と、加わる電流、電圧を測ると、P ね、60mA、1.2V であった。はい、数字を書きましょう。ですね。mA。1.2V。うん、そうね。豆電球 P に書かれて電流と電圧。あ、これって言うの。どっちになってますかね。電池は、こっちがプラスか。で、こうやって直列回路だね、確かに。豆電球 P。ごめんなさい。ごめんなさい。ゲートだったんですか。送られたんですか。誰が9。え、これが60mA。で、1.2V と。ここも書きました。はい。では行きましょう。で、実験室で解けるのが1番、2番でしょう。1番、実験室で豆電球9に流れる電流は何ミリアンペアか。電流か。はい、わかりました。はい、一ついいですか。うん。直列回路は電流は同じなんですか、うん、電流はいってないですか、はい、どう思います、どう思います、どう、ちょっと待って、どう、自分の意見を言ってください。これが思ったらやべえ。一定だと思います。うん、正解でしょ。ね、60mA です。そうそうそう。ね、こんな問題作る方もおかしいよね。はい、P が 60mA やったら Q も 60mA ですね。はい、じゃあ2番です。実験室で豆電球9に加わる電圧を測ると、電圧計の指針の筆はどのようになるか、最も適切な、マイナス端子につないだものとして、13に指針を線で書きなさいということでしたが。電圧？電圧ですね。1.2V だったの？ここは 3.0 でしたっけ？こう来たらわかるでしょ。9か。あ、じゃあ9とか、1.8。だよね。さっき、並列は何が一定でしたか、並列は。ボルト電圧が一定ですよね。何が分かれましたか、電流。直列は並列の真逆なんですよ。へぇー。だから、今度は電流が一定で、電圧が分かれるんです。ですね。だから、ここは、1.8 正解ですね。3.0 から1.2 を引いたり、この計算レベルの低さ。ね。小学生、小学校ですよ、これ。なんじゃないです。ね。で、1.8 のところ、今、何ボルトの端子につないだ力いちゃったかというと、何も書いてなかったかね。3.0V でした。書いてないけど、1.8 のとこ取りますか。ね。1と2の間。1.8 のとこ線引いてください。行きました。ね。3ボルト端子でいいんでしょうね。はい。では、実験2になりますから、実験2の方行きましょう。図2のような回路を作り。ちょっと待ってください。はい。僕間違えました。
1と2の間のところでいいだろ。ね、1.5。やばい。すげえ、僕よりも冷静さを失っている人がいます。あら、どうかしましたか。僕は上の方の段のあれでメモリを取ってます。うん。多分取らんよね。上15ボルトやき、ものすごいと 1.8 は測りにくくないですか。はい。やべえ。先生、僕悲しいです。あのね、教える方も悲しいんで。はい、これが41の中。はい、41。72やし。いや、言われるもんね。もう、ちょっとボルトになった。じゃあ、その次行きましょう。実験2で回路全体を流れる電、あ、実験2を見てください、もう一回ね。はい、図2のような回路を作り、乾電池を直列につなぐ全体の電圧を3ボルトにしました。はい。この時、豆電球 P に、図2か、今度並列回路になったよね。はい。図だよね。で、全体 3.0 ボルトにしました。この時、豆電球 P に流れる電流を測ると、150mA。はい、P150mA 書いてください。Q が 0.10A ですね。さあ、150mA をアンペアに直しましょうか。0.15。だよね。小数点を3つ左にずらしたらいいですよね。150mA、小数点3つこっちずらして 0.15A です。ですね。並列変えるんですね、今度は。単純な並列ですよね。めっちゃ簡単だよね、ほんと。めちゃめちゃ簡単ですよ。回路全体を流れる電流は7アンペア。素晴らしい。めちゃくちゃ簡単やね、これ。引けばいいでしょ。あら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 。そのままで行けばいいでしょ。あらあら。P を流れるのが何アンペアでしたか ?B?P。0.15 よね。こっちがプラスですから、電流はこう流れてくるので、で、そこで枝分かれして、ここは 0.15。あら下も 0.15 じゃないですか。え、ほら、もう全然、電圧器から同じでしょ。実験2で回路全体を流れる電圧何アンペア0.10A。僕何言ったボルトのこと言った。 0.15A って言いましたよ。はい、はい、最初は 0.15A。 僕アンペアって言いました。アンペアって言ったよ。アンペアって言ったんだけど。いやいや、アンペアって言ったよ。確かに。アンペアって言ったよ。そこなんよね。そういうことはしないよ。そうそう。まあ、例えばさ、15ボルトのところをさ、3ボルトと間違える人もした。この時落ち着けやな。落ち着いてほしいね。ほんと。はい、ただ全体を並べる電流は ?0.10A。はん？上0.15なんすか？ 150mA で、あんた自分で発表したじゃん、さっき。150mA、何 A ですか？ 0.15A。あ、おお、そうやねん、そうやねん。0.25A。あんた政治家じゃないんだから、自分の言葉に責任持ちなさい。政治家はこの頃変わるんだけど。はい。こう、こう、こう。はい、あれ？じゃあ、ボルトなくないこの問題。あのね、素直に行きましょうよ。聞かれた通り行きましょうよ。アンペア聞いてきてるんで。はい。やべえ。で、全体流れるのは ?0.25。あ、やってきたか。よし、正解。はい。あんたたちがこんな時間かかるような問題ないとっちゃ、これ。レベル低いんやから。はい、0.25A です。ね。で、4番です。豆電球に流れる電流が大きいほど、加わる電圧が大きいほど、豆電球は明るくつく。はい。電流が大きい、電圧が大きい人がマーカーで見てください。電流が大きい、電圧が大きい人。
電流が大きい、電圧。そう、この2つが大きくなると豆電球は明るくなるんですよ。はい。じゃあ P と Q のうち最も明るいのは どれですかって話なんだけど、じゃあ P って電圧は何ボルト ?P に流れる電圧、あ、P にかかる電圧って何ボルト電圧、1.、あ、3.0 ボルト。だよね、だよね、3.0 やろ。ご時世、あれなんか実験になんすか、なんか何も書いてないけど。実験2ですよ。実験、いやもう実験2でしょ。流れから言ったらね、実験1で1番、2番、実験2で3番、4番。わかった先生、どっちか。はい、どっち ?P。だよね。実は、後で出るんやけど、ワットって書いてあるよね。電球に100ワットとか、60ワットとか書いてあるんですよ。ボルトとアンペアをかけたのがワットなの。で、ワットが明るさに関係がある。例えば、30ワットと60ワットだったら、60ワットの電球が明るいね。はい。で、今それを電流が大きいほど、電圧が大きいほどって表現してるんだけど、じゃあそれを掛け算したやつがワットなんだ。ね。だからそのワットの準備をしてる。この問題を出してる方は。はい、じゃあ思考力問題。はい、行きましょう。図の読解、実験の考察ということですね。電流と電圧について次の実験を行った後の問いに答えなさい。実験1。豆電球 ABC ありますね。と、スイッチ S1、S2、S3 を用いて図1のような回路を作り、回路に流れる電流の大きさや電圧の大きさについて調べた。実験2。図2のように段ボール紙で導線の配線が隠されている回路がある。この回路について豆電球と乾電池を一つずつ使って導線の配置を調べた。今日はその結果をまとめたものであるですね。例えば A と B の間、豆電球をつないだとこ A と B の間をつなぎましたとかね。はいはい。で、A と B の間、乾電池は C と D の間が点灯しなかったということは繋がってないということよね。はい。そういうことよね。もうちょびっとめんどくさいけど、まあ下にヒントがあるね。3番に。じゃあまず1番からいきましょうか。実験1で図1の回路のスイッチ S1 のみを入れたとき。はい、S1 を入れてみてください。そしたらどういうふうに電流流れますか？どの電球を流れます？電球。A。そう。ああ、A やね。A だけですよね。A だけ。ずっとし流れません。実験って、随一の回路に入れたとき、光るには電圧どのように伝えるの？ああ、電圧計をかけってことですか？豆電球に加わる電圧を測るには、電圧計をどのように、そうやね。電圧計をかけます。随一に、書きなさい。もうじゃあ、A のとこでいいんじゃない？ねえ、うん、この A が豆電球あったら A の上か下か、そうだよね。まあ例えばこんな感じで電圧計を書いたらいいんじゃないですかね。よっしゃ。これ車でしてますか？車ある？してないです。こ車でしないといけない。繋いだ時は、繋いだしてるし、あ、なるほど、こういうこと。我が実力。はい、じゃあその次です。2番、実験室で次の 1,2 の回路を作るには、図1のスイッチ S1 から S3 のどれを入れればいいですか？豆電球 A と B の並列回路にするためには、どことどこを入れたらいいでしょうか？ S1、S2。あ、違う。あ、いいんじゃない？ A1、S2。うん。あ、S2、S1、S2 やったら C も入ってこない？入ってくるよ、入ってくるよ。B から C に流れてくるじゃない？ S2 中か。S2 です。ああ、OK です。ごめんなさい。S1 から S2。あ、そうか、A プラス甘いに流れてくる。なら OK、OK。S1 と S2 だったら OK です。正解。正解です。S1。S2 ね。次、B と C の直列回路です。S3。S3 だけでいいね。そうそう。V3。
ベスト3だけでいいです。それ仮面ライダー。さあ、3番ですね。ありがとう。実験2で、図の回路の導線の配置を表したものとして最も適切なものはどれでしょうか。次のアイから選びなさい。ただし、図中の導線が重なっていても、導線同士が繋がってないものとします。なので、例えば、BD と CE が重なってるけど、そこは繋がってないと考えていいですよと言ってますよね。はい。これは多分、繋がってない、重なっているものは絶対ないと思います。なんでかというと、図には、重なっていたら、段ボールが一部だけ、もっこりっていうか、こう、なってるか。それは考えていいじゃない。それは考えていいと思いますよ。まあ、いいと思います。でも、まずそのグラフで、A と B と C と D はつかなかった。ついたとこ行きましょうか。B と C に電球をつないで、D と E に電池をつないだ。あ、わかった。E。E、良さそうやね、今のね。だって B と C に電球入れたんでしょ、はい。で、E と D に電池を入れたら、直列回路ができるね、直列回路が。はい。いい。どこですか？ラッキー。あの、点灯したとこだけ考えましょうか、点灯したとこ。31。点灯した。点灯した。電球がついたっていうとこだけ見てください。ね。たださ、まず B と C の間に電球を入れたらしいって。そして E と D の間に、電池をつないだら、点灯した。電球がついたということは、一つながりで線がつながったということやき。はいはい、なるほど、ね。うん。で、今度は E と F ね。E と F の間に電球を置いて、A と B がつながるよね。あ、つながりますね。うんうん。なるほど、素晴らしい。それでいいでいいですよ、と。試験配合はどこまで？試験配合、外しない。ん？多分、電気全般やけど。けど、電気だ。もしかしたら、この電気出らんのじゃない？出るのか、習ってなくない？あと1ヶ月で習うことになってる。でも、勉強してて損はないっすよ。まあ、いいんじゃないですか。いいと思います。はい。じゃあ、134ページ。もうちょっとで休憩になるんですけど、134の1番は言葉なんで、ここはすぐ終わるんで。でも、ここできる、できるわけって言うんで。ほんと？ここわからなかったら最後がいい。先生、ちょっとさっきペットボトル集めたら、できるんですか？あ、もちろん。じゃあ、一旦これで休憩しますか？はい、あとですね、休憩しましょう。うん。はい、じゃあ一旦休憩をします。ありがとうございました。ありがとうございました。やったー、理科終わった。一段落や。うん。次行こう。英語も進んだしね。まあ、英語も進んだし。